皆さんこんにちは、VTuberのマジョン、サクさん、そしてデッキミュージアムの館長で構築のマエストロのフェアリーです。ディーンマスター、お願いします。お願いします。ということで、はい、今月のデッキミュージアムやっていきたいと思います。お願いします、はい、お願いします。最近デュエプレイどうですか？この診断ディアスとかガラホールとかが出て、はい、まあ1ヶ月経ったわけなんですけど、はい、やってますか？やってます。おお、え、何使ってるんですか最近は？私は光水闇の、超次元を使ってます。もう早速超次元に手を出してると、はい、手を出しちゃってますね。むーちゃんさんは？私はあの超次元の SR がちょっと出なかったので、あ、当たんなかった、はい、当たんなかったので、今はあのデストラーデの機器を使ってます。いいですね。デストラーでも超次元の方もかなり環境の方で活躍しているカードたちですので、はい、今回その環境で流行っているデッキを僕がちょっとサンプルリストとして4つぐらい持ってきたので、はい、先にそれを紹介してからまたお二人と対戦していこうと思います。はい、お願いします。お願いします。まず1つ目のデッキなんですけど、こちらの非光自然源氏、はい、ということで、まあ環境でも結構見かけるんじゃないですかね、はい、そうですね、当たったことあります、うんうん。最近鼓動する石板がニューディビジョンにまた戻ってきたんですよね、はい、つい最近デッキが発売されまして、はい、そのデッキに再録されたということで、またなんか使いやすくなって、初動のニコスブーストが10枚とか取れるようになって、またこの3色でブーストしながら超次元につなげていくっていうデッキがまた環境で使えるようになって、ホーリースパークの受けもあって、はい、超次元でどんどん横に並べて源氏で押し込むみたいなデッキタイプで、もうかなり強くて流行ってるデッキ、はい、今この見てくれてる方でも全然最近デプレやってないよって人はマジこっから始めてもいいかなと言えるレベルのデッキになっております、はい、なのでよかったらぜひ触ってみてください。はい、で次2つ目のデッキなんですけども、はい、水闇リーフハンデスということで、はい、こちらアストラルリーフで手札を補充して、うん、手札を捨てさせるようなゴーストタッチとかゼニーラーズをどんどん打って、相手の手札を奪って自分で超次元大きいの並べて勝つみたいなデッキになっております。なるほど、サクさんちょっと近いじゃないですか？そうですね、ゼニーラーズとかその辺は一緒の感じですね、うんはい、でもなんかいやらしさが、いやらしさ結構、はい、そうですね、そうって感じしますね。そうですね、サクさんの場合は光も入っていると。そうです、なんですけど、今回は水闇の2分明で構成されたハンデスデッキ、本当にだからハンデスが好きな方とかにはこちらがおすすめと。なるほど、今の環境でもかなり強いデッキとなっております。はい、じゃあ3つ目のデッキいきましょう。はい、3つ目のデッキなんですけど、ヒーヤミ自然バルガライゾー、これ前からっすよね。そうですね、なんかずっと強いイメージがあります。めちゃくちゃありますね。多分バルガライゾーがあのニューディビジョンから落ちるまでは多分もうずっといるんじゃないかなみたいなデッキになってて、これで言いますとデッキミュージアムの一番最初でなんか先行カードとしてもらったアブドーラフレイムドラゴンが、はい、あれが4枚採用されていて、本当だ、まあ、これちょっと特徴で言うと、もともとはバルガライゾーでアタックしたときに、はい、アベルギネスがめくれたらバルガライゾーを破壊して一旦アタックキャンセルみたいなことができたんですけど、うんうん、それがアブドーラフレームドラゴンも4枚さらに入ったことで、はい、マーシャルタッチでバルガライゾーを戻したらアタックキャンセルしてバニードラゴンがバーって並ぶみたいなこともできるようになって、ここをしっかり8枚採用した形になっております。なるほど、ミルドガルムスのちょっとマナ破壊とかもね、はい、あって、うんうん、またなんか前紹介したライゾーとは少し違う形になってます、うん、ハンデスとかあるとこのザークピッチが、はいはいはい、できちゃうので。そうなんですよ、そこも強いですよね。ちょっと迂闊にハンデスできない、なかなかできないですねっていうのがね、すごく強いデッキになっております。はい、じゃあ4つ目のデッキいきましょう。はい、最後に紹介するデッキなんですけど、はい、火光水闇デストラーデということで、こちらなんですけど、はい、あの前回話しました配信者を決定戦で、はい、あのツバイランスさんがね使用していたデッキリストをそのまま持ってきました。すごい、まあ、こちらのデッキは、はい、ちょっとハンデスが入っているんですけど、はい、そんなにめちゃくちゃ入ってるわけではなくて、うんうん、まあ、その分後ろの6マナとかでデストラーで出せたり、うんうん、クイーンあるかでキングあるかでロックしたりという感じで、まあなんかいろいろ動き、普通のハンデスデッキよりはその超次元を並べるっていうよりは超次元じゃないクリーチャーとかで、まあ、盤面を作ったりロックしたりして勝つようなデッキになっております。なるほど、これもかなり強いデッキで、まあ、実際ね、まあ、ちょっと悔しいんですけど、ツバイランスがね配信者を優勝したので、はい、まあ、そこも込みで強いデッキだと、まあ、ちゃんと保証されてるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、
まあ、なのでね、こういうデッキが好きな方、ツバイナンスが好きな方はね、ぜひこれを使ってみていかがでしょうかということで、はい、はい、ということでこの4つのデッキを見てもらったところなんですけど、はい、次は今回僕の持ち込みデッキですね。おお、まあ今回はデッキ先に見せずに、はい、もう早速対戦して、対戦の後に見せたいと思いますので。わかりました。早速対戦の方移っていきましょう。はい、いくぞー、いやー、じゃあ対戦よろしくお願いします。お願いします。お、先行だ。わあ、やった。どんなデッキなんでしょうか、化粧は。いや、これ、まあとりあえず勝ちたいですね。お、まずは相手の超次元をチェックして、はいはいはい、こっちの超次元チェックしました。なるほどなるほどなるほど。じゃあまずは超次元エクストラホールをチャージしてターン終了します。なるほど、これだけじゃちょっとわからない。まだわかんない。あ、じゃあもうこれは言ってた通りの、はい、そうですね、コントロールデッキ。まあ、こっちはとりあえずジャックアルカリアスをチャージして、じゃあもう出そうかな。超天使グレイズクローを出します。まさかのなるほど、これね、実はちょっと珍しいんですよ。おー、なるほど、ちょっと採用してみました。それはちょっと驚きます。あ、シークレットクロックタワー強いですよね、クロックタワー。はい、強いですね。ランブルとかも一発で覚醒できちゃうから、はい、結構強いんですけど、じゃあそのシークレットクロックタワーちょっとなかったことにしてもいいですかね。はい、じゃあエクストラホールでそっち山下封じます。やったー。なかったことになりました。で、このままじゃあプレイズクローは殴んないといけないので、はいはい、1点、ここを踏まないでほしい。絶対踏まないでほしい。あー、なるほど。あ、オッケー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 。これでターン返します。マジか。あー、2番はこのブロッカーが結構強いんですよね。ここは、じゃあホーリースパークをチャージして、はい、ここからオーフレームホールを備えて出すのはオーフレーム。で、これはヤヌスがいるので、はい、ヤヌスが覚醒してスピードアタッカーをオーフレームに与えます。なるほど。で、このオーフレームがアタックするんですけど、はい、ブロックしますか。しますか。これブロックしなかったら覚醒してすごいことになっちゃいます。するか。お、ターン、ターン、するか。さすがにしたか。ここじゃあブレイズクローは絶対にアタックしないといけないのですが、どうしようかな。どっちだ。いや、ブレイズクローからアタックしましょう。はい、1枚ブレイクで。ない、ないですね。ないなら、ないなら困っちゃおうかな。じゃあここはターン返します。しっかり手札と盤面で圧をかけていく感じですね、はい。予定だったのがちょっと出ないので、そうですね。お、ヒット供給、はい、あー、2枚ヒット。結構悪くないカードが、はい、うん、はい。ここはじゃあもう爆竜源氏ダブルクロスを置いて、置いて超次元エナジーホールで1枚ドローしながら5以下になるように、おー、マティーニとアンタッチャブルを出してヤヌスグレーン、オーガスキンカイアンセーフティー1枚ドローします。やばいやばい、並びますね、並びますね。やばいやばい。ここでオフレーム、今回ブロッカーいないので、はい、アタックして、やばいやばい。おお、え、踏んだ。なんだ。あー、マジ。やっぱどこ、でも得そうですよね。どこを出しよう。でもなん、いやでもこのターンピンチなんよね。うん、ピンチなんよね。お、ヤヌスを、はい、取って、じゃあこれはオフレームが、はい、で、まあ、ブレイズクローは行かないといけないので1枚行きます、はい、で、なるほど、ちょっとここ踏まないか。じゃあターン終了でアンタッチャブルがヤヌスが裏返ってましたね。なので、そうですね、あとオフレーム裏返ってたので達成しますと、どうしようかな。結構盤面で圧かかってるから、ホールとかも、お、並びたホール、あれ、とりあえずチャクラブロッカーですね、はい、あとはもうシールドに対するしかない。なるほど。じゃあここは上からいいカードを引いてきた。おお、じゃあ
アクアサーファーでサングラを落とします。で、ここはもう殴るだけですね。攻撃します。じゃあブレイズクロー行ってこい。1枚お、アンタッチャブルパードでダイレクトアタック。ありがとうございます。よっしゃ、早い。早かったですね。よかった。いやー、これなすすべなくですね。強かったです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ仇を取らせて。え、仇をもしかして私もいいですか。いや、ぜひよろしくお願いします。いや、取ってくれ仇を。初の連戦。さあどうなるか。お、また先行だ。 ありがとうございます。なんとモンチャーさんと戦うのは武者修行以来ですね。いや、なんか俺この前負けたんで勝たないと思う。お、超次元ゾーンにカードがありませんって出ましたよ。超次元ゾーンにカードがない。じゃあここはアクアサーファー置きましょう。はい、ハンドで。はい、いやー、ちょっと手札があまり良くない。チャンス。何も出てこない。やばいぞ。お、これは進化クリーチャーの軽減ができる。で、ね、お、よかった。ここ動きないところでした。動きをちゃんと上から引いてきました。お、まずはエクストラホールから僕大好きなね、その深海ヤヌスを出していきます。このカード本当にこの一段でめちゃくちゃ好きになりました。はいはいはい、もうなんかやり込んでる感じありますよ。で、動かない。動かない。とどまると、ここはじゃあホーリースパークをチャージして、はい、先ほど同様深海ヤヌスからのオーフレームをやらせていただきます。で、またこれからヤヌスゲームを覚醒してスピードアタッカーを与えると。いや、もう今回ブロッカーいないですね。そうですね。1枚ブレイクいきます。なんか来ない。通りました。じゃあこれ通った時ヤヌスグレーンをダブルブレイカーになるので、なんと縦詰めていきます。いやでも何かを、あ、でも強いですね、このアクアバースターは。ダブルブレイカーを取るか、ヤネスを取るか。はいはいはい。いや強いっすね。おで、確かしかも診断最近強くなったんですよね。そうです。そうですよね。そうなんです。嬉しい。嬉しい。まあ確かに。嬉しい。おお。はい。堅実ですね。ちょっと、え、うますぎる。いや、これ配信しようかもしれない。え、どうしよう。なんかこのままだったら普通に負けそうだな。お、長考します。ここはじゃあ現地ダブルクロスをチャージして、はい、超次元エナジーホールで、はい、また小型をヒルアンタッチャブルで勝ちます。このターンは一旦返します。ドキドキしてます。こちらも。診断2体目。2体目来ました。しかもこの毎回デストラーデでシールド増えるのが強いですね。シールドが6枚に。うわ、デスケ、めっちゃ強すぎる。強すぎる。忘れて出て、あ、エアリアル。おおおお、あ、悪くない。え、これなら俺アンタッチャブル2体にすればよかった。あ、え、さらに。え、ちょ、出すぎじゃない？
画面埋まったけど。おーおお、負けたぞ、マジで。うわ、何も踏まない。わあ、え、この俺が負ける。この俺が。あ、シールド。よくスーパー。あーあー。ローリースパーク。なえ、だけどこっから俺どうするんだ。巨匠どうすればいいですか。どっちが巨匠なんでしょう。巨匠なんでここからなんかすごいことになって、いや巨匠もシールド1枚じゃちょっとね。とりあえずこのシールドはもうホーリースパークであってもらうしかないな。ちょっと神蘭が強すぎる。いやすごいですね。これは源氏を倒します。はい、いや、これ積んでるな。いや、単価します。おお、帰ってきた。連鎖がうまくいきすぎて何年埋まっちゃってるので、何も動けないです、うん、お願いながらかかっております。いや、お願いします。はい、え、マジ、え、マジ、ホーリースパークだ。奇跡だ。え、マジ言ってる。え、そんなことある。え、え、いや、これあれですよ、ムーちゃんさん、シンランからアタックした方が良かったですよ。ですか。あ、ちょっとこれどうですか。これ勝ちを、欲が、欲だ、欲が出てしまった。じゃあ、ここれは源氏2代目いきます。で、源氏でシールドアタック、これしかも紙と違って3枚ブレイクできるんですよね。これね、これ出ないんですよ。そうなんですよ、埋まってますからね。埋まってるんで。これはマジか、本当に。やばくないか、これ。あ、出ないよ。切断で2枚ブレイク。やばい、やってる、これはやってる。これは大逆転。これはちょっとできすぎ、できすぎだ、これは。何も仕込まれてないんですよ。テーブルで仕込みとかないですからね。ないですから。えあそこのホーリースパークが、なんでホーリースパークが、なんで2枚。巨匠もびっくり、巨匠もびっくりですね。俺が一番びっくりしたはい、ということで、もうちょっとね、驚きを隠せないんですけど、はい、デッキ紹介の方、はい、いきたいと思います。いやということで、本日僕が使用した火光水超次元になっております、はい、おー、まあ、さっき紹介したあの火光自然のマナを伸ばすタイプではなくて、はい、もう3ターン目とかに超次元エクストラホールやサプライズホールを唱えて深海ヤラスを出すところから始めて、はい、もう4ターン目とかオーフレームホールとか、もしくはもうそのサプライズホールエクストラホールホールを連打してどんどん盤面を超次元で作っていって、うん、まあ、殴っていって勝つみたいなデッキになってて、こちらのデッキが、まあ、結構流行ってたんですよ。はい、東京で流行ってて、その配信者を決定戦にも僕持ち込んだデッキだったんですけど、はい、そこからさらにちょっと改良を重ねまして、はい、ブレイズクロー強いんじゃないかみたいな、はい、思ったんですよね。はい、まあ、なんか実際見てたリストには入ってたことがなかったし、はい、僕自身も検討したことがなかったカードで、はい、でもなんか一人で寝転がりながらランクマやってた時に、はい、あー、なんかこの青のヤヌス赤にひっくり返したらなみたいな低コストで、はい、なんかねえかなと思ったらブレイズクローかみたいな、おーってなって、その日なんかブレイズクローを採用していろんな方が開いてる大会に出たら、その日準優勝でいきなり、おー、え、マジかと思って、結構そうですね、使ってて強いタイミングが多くて、はい、で実際その後もランクマッチとかで調整重ねていったら、いや、このカードはガチだと、いうところにちょっと自分の中でたどり着いて、はい、でこのブレイズクローの強いところを紹介しますと、はい、先ほどサクさんとの試合で2ターン目にブレイズクロー出して、はい、もうどんどん殴っていったと思うんですけど、はい、そういう風な扱い方もありますし、はい、それとは別に初手とかに持ってたとしても、うん、ブレイズクローを出さないで温存しておいて、はい、3ターン目に例えばサプライズかエクストラからヤヌスを出します、はい、でもう1枚サプライズとかエクストラを持ってた時って
基本的にもう1体ギャヌスを出したりするんですけど、はい、そこで1マナが余ってしまうんですよね、はい、そこで3ターンホールでギャヌス出した後に4ターン目オーフレームホールでオーフレーム出して殴っていけたら、先ほど2試合ともやったんで、はい、あんな感じで強いんですけど、はいはい、そういう時にギャヌスギャヌスで棒立ちになっちゃってちょっともったいないなってところを、残ってる1マナでブレイクローを出したら、はい、ギャヌスが裏返って、はい、全部攻め込むことができるんですよね、はい、それで先に攻め込んでおくと、その後の5コスホールからのアンタッチャブル2面巻きがめちゃくちゃ強くなって、それで押し込むことができるし、僕のこの構築だと一応ボルシャックホールが少ないんですよね、はい、2枚に減っていて、その分エナジーホールとドラビタホールが合わせて7枚入っています、はい、でこっちのホールを多くしていることによって、はい、ドラビタホールは墓地からサプライズなどを回収できますし、エナジーホールは純粋に1枚ドローできるので、うん、6マナの剣士にもつながりやすい構築にしています。なので、まあ、序盤にね、ブレイクロー出して1回か2回殴って破壊されたとしても、ただその分はその5コスホールで回収できるかなっていう感じで、しっかりその後の剣士とか、まあ、超次元が出てきたらガーサーファーとかで返すこともできるので、その6コスまでの間でうまく自分の中でプランを立てて戦っていくようなデッキになっております。おー、なるほど。なんかこの並びで見るとブレイズクローちょっとえ、なんやろうって思いますけど、なりますよね、聞くとなるほどってなりますね、はいはい、そうなんですよね、うん、結構その手札も中盤とかちょっと余ったりとか、はい、マナも1マナとか余ったりするようなデッキなので、うん、そういうところにこのブレイズクローを4枚入れてあげることで、結構自分のそのヤヌスとかをもっと強く、もともと強いカードですけど、もっとうまく強く使ってあげることができるので、結構自分の中では推しの1枚というか、第1弾からブレイズクローってあるじゃないですか、はい、けどなんかここで超次元のこのヤヌスとかと輝くのかみたいな、結構この悲嘆とかのイメージはあったんですけど、はい、こういう3分目のデッキでもしっかりブレイズクローってうまく使えるんだなっていうのが、今回自分の中で新たな発見というか、あ、でもちょっと思ったのは、はいはい、デュエプレならではかなとは思いました。あの、これだったらちょっと使いづらいかもしれないですわかんないですけど、なんか自由にマナの色を使える、そうですね、そうですね、デュエプレだからこそ輝くカードなのかもしれないですね。なるほど。何か気になるところがありました、他にブレイズ以外とかでも。今回 の、はい、このムーちゃんと巨匠の対戦の時みたいに、はい、もう負けちゃうなっていう時あるじゃないですか、はい、だけどやっぱその状況でも相手の手札のこととか、うん、自分の考えつつ1ミリの可能性でもこう考えら、ね、らっしゃったじゃないですか、はい、やっぱそれは大事なことだなっていう感じなんですかね。いやめちゃくちゃ大事ですね、うん、本当にさっきのところも盤面に切るとアンタッチャブルがいて、はい、シールドが8枚で、はい、手札に源氏が2枚あったんですよね、はい、でどうやったら勝てるかなみたいな、ワンチャンどうやったらあんだろうって考えた時に、はい、源氏を出して、そしたらパワーが6000以上なのでターンの初めに切るが覚醒してダブルブレーカーになるんですよね、はい、これで場の点数が6点になって、でもムーちゃんさんの盤面にシールダンがいたので、はい、シールドが9枚になることが分かっていて、はい、それだったら次のターンに源氏を出してもこっちが6たす3で9点までしか用意できないから、あー絶対負けだなってなってたんですけど、はい、もしムーちゃんさんがシールダンからアタックしてこなかった場合に、はい、ワンチャンあるプランを考えた時に源氏を出して源氏で盤面に殴り返すんじゃなくてもう立ててエンドして、もうシールダンから殴らないでくれ、エルドデストラーデから殴ってくれた、ホーリースパーク源氏でこれなら9点ぴったり足りるから、もうあれが本当に何パーセントの確率だったのか分かんないですけど、はいはい、まあ、一応勝ちのルートとしてそれだけは用意したって感じですね。なるほど。結構そうですね、紙の CS とかでもよくそういう場面が来た時に本当に諦めずに一応 0.1% でも可能性があるんだったらそこまでやって、ああダメだったか、じゃあ負けれっていう感じにはした方がいいと思いますね。はい、さすが巨匠ですね。いや正直だってもうないと思って泣けちゃう時あるじゃないですか、興奮してブレーキが壊れちゃったり、はい、そうそうそうそこの差で負けてしまったなっていう感じがあったので、はい、いやさすが巨匠だなと思って、ありがとうございます。でした、ね、いやでもなんか正直なところ言うと僕も配信者王で、うん、なんか最後本当に難しいんですけど一応頑張ったらケアできたのかなみたいなところがあったので、はい、まだまだちょっと浅いなというところでした本当に。なのでこれからもね頑張っていきたいと思います、はいはい、ということで本日のデッキミュージアム閉館なんですけど、はい、最後に告知がありまして、はい、最近デュープルの中でスーパーデッキが新しく2種類登場したんですよ。おでその2種類のデッキはネックスとロマノフがメインになっていまして、はい、
その中には超次元呪文も新しくロマノホールとシューティングホールといって新規でね入っているので、はい、もう新しく始めた人でももう使いやすいし、はい、超次元も使えるしみたいな。あ、でもちょっと課金しないとダメなんだよね。いやいやいや違うんですよ。なんとその2種類のうち1つタダでもらえます。いや本当に今始めた人は、はい、そのデッキが一つタダでもらえるので、はい、もう結構始め得。本当ですね、はい、もうやってない人はもう今すぐインストールして、もうやった方がいいレベルなんですよ。はい、お願いします。なのでぜひね、今回の動画でも超次元かなり活躍したと思うので、はい、そういう超次元も使えますので、ぜひこの機会にインストールしてデッキの方とりあえずもらっといてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでこの動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなど様々ありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゲームマスター。